野球殿堂博物館は28日、2018年の野球殿堂入り競技者表彰の候補者31人を発表した。殿堂入り表彰者は、取材経験豊富な野球担当記者や前年までに殿堂入りした人の投票で選ばれ、来年1月15日に発表される。プレイヤー部門の候補者は17人。巨人やヤンキースなどで主軸として活躍し、日米通算507本塁打を放った松井秀喜氏、43、広島、阪神で1492試合連続フルイニング出場の世界記録を打ち立てた金本智明氏、49、阪神監督、ソフトバンク、巨人の主砲を務め、日本代表前監督の小久保裕紀氏、46、ら6人が新たに加わった。中日の内野手として通算2480安打を記録した立浪和義氏、48、日米通算313セーブの高津慎吾氏、49、ら11人が引き続き候補者となる。エキスパート部門は14人。